コバーチビロ距離が少しある位置ですが、上田コータのキック、ふわっとしたボール、ヘディングシュート、どうだ、決まった、ジェイモス・ロイド、この人が決めて同点、セットプレーから同点ゴールを決めました。前半38分、ジェイの今シーズン13点目、1対1の同点。やはり高さがものを言いました。ジェイの鮮やかなヘディングシュート、3試合ぶりのゴールが決まりました。欲しいんです。これも結構難しい。